鞍馬の小西に続いてこの釣り輪では日本の山脇にメダル期待の獲得がかかります。持ち点は 9.80 第4位ですが、しかし技の内容なかなか豊富なものを持っています。メダルの可能性は十分ありますね。そうですね、3つの D 難度、それで最後にあの伸身の月面ですね、これ着地が決まればかなり高い得点いくんじゃないかと思いますね。はい、水平技から、はい、ここが D 難度ですね、はい、11点進む。早くも D 難度を入れました日本の山脇。倒立慎重にいってほしいですね。はい、何でしょう、しっかりと決まっています。ペースは2秒以上から山脇、彼の技が入りますね。独創的な技です。D 難度を決めました山脇。いいですね。はい、これは着地です。十分な演技を行っています。さあ、フィニッシュです。決まりました。日本の山脇教授、思わずガッツポーズ。山脇やりました。よかったですね。よかったです。はい、 D 難度をふんだんに入れまして、内容のある技を見せました日本の山脇教授です。スロービデオです。水平からこの十字懸垂に入りますね。はい、最初の部分の D 難度です。これはもう独創性取れますね。はい、着地もうまくいってます。高い得点出るんじゃないかと思いますが。はい、メダル獲得が期待されます日本の山脇教授です。この釣り輪はバラバノフ、リネー、コロレフと3人の選手が持ち点 9.85 で並んでいますが、日本の山脇持ち点では 0.05 の差でその3人の選手を追っています。最初の演技者山脇、果たして何点が出ますか。得点は 9.80 です。9.80 です。日本の山脇、ちょっと得点抑えられましたか。そうですね、はい、団体の競技会から見てきまして、あの釣りは意外と厳しい体制になってるんじゃないかと思います。はい、日本の山脇 9.80、 持ち点と合わせまして合計 19.60 です。